ずっと考えて悩んで諦めて、それなのにやっぱり入江君なんだ。もうどうしたらいいか分かんないよ。迎えに来たんだよ、お前を。迎えに来た？私を？あいつと会ってたのか。え？池澤だよ。うん、そう。プロポーズされたんだってな。そうよ。私だってまんざらじゃないんだから。なんて答えたんだよ。って答えたって入江君には関係ないでしょ。入江君は沙保子さんと結婚するんだから。そうだな。私家出るね。お父さんともう決めたの。ヒンちゃんと結婚する。それでキンちゃんと一緒にお父さんのお店継いで。あいつのこと好きなのか。キンちゃんは私のこと高一の時からずーっと好きでいてくれたんだよ。お前は好きって言われたら好きになるのか。何よ、悪い？私はもう何年も片思いして実らない恋に疲れちゃったの。家君は沙保子さんのこと考えてればいいでしょ。私のことなんか。お前は俺が好きなんだよ。俺以外好きになれないんだよ。何を自信たっぷり。そうよそうよそうよ、だって仕方ないじゃない。入江君は私のことなんか好きじゃないんだもん。私のことなんか。俺以外の男好きだなんて言うな。キス2回目。3回目だろ。え？もう数えなくていいよ。